同士のさ配信でさ読むだけのやつやってて、それ見たらやっぱ沼不景怖えって思った。あ、読むだけの配信、いや気持ち悪いなと思いながら見てたんだけど、あの、あ、御曹司のことをね、死ぬほど気持ち悪いなと思いながら、でもあの画面に集中して読んでいて、なぜ反則なのかと。なるほど、確かにいつルール作ったのかって聞きたくはなるよね。いや今もうめっちゃ気持ち悪い顔してる、すげえニヤニヤしちゃった。はい、アニメショップってちょっと冒険だもんね。私も初めてだし緊張してきちゃった。いや、お兄さんが教えてあげようか。でもリンジちゃんと来れてよかった。アニメと案内しようか。じゃあグッズとかのフロア行ってみる。はい、いざ。床のさ、何々売り場はこちらですって書いてあるあのシールになりて、直接案内するのはさ、あの邪魔したくないねん、この空間を、この空間を邪魔したくないけど、この子たちの役に立ちたい。知らないのばっかりだよ。千代子さんでも椎茸目かわいいね。そのような俺は今壁もいいけど床になりたい。今はブレザー君のボールペンがある。あ、でもこれやっぱ床まずかったわ。あの今ね、一個前の絵見れない？なんかスカートだったからやっぱまずいわ。やっぱ壁にしよう。壁がいい。壁セーラーちゃんも天井から吊る下がってる看板にしよう。それが一番いいわ。それがあの燃えない。スネエリ様もおられます。うん、壁はねポスターでこの子たちの姿が見えないからね。